すみません、お待ちください。カメラ失礼します。はい、すごいガチのカメラだ。ちょっと待ってから撮る。大丈夫、すみません、びっくりしちゃった。びっくりしちゃった、すごいびっくりしました今、ね、あ、すみません、あのドキドキになっちゃった。ドキドキになっちゃった今の、はい、じゃあ私はジョンと申します。はい、じゃあ、 あのお姉さんたちは誰ですか、はい、名前は。名前、あかねです、あかね。あかねさんと、あやのです。あやなさんと、あかね、あやな、あやな、あやなです。あの顔見れば私は何人と思いますか。え、顔ですか。ああ、顔見れば何人と思いますか。顔は全然日本人。え、嘘。顔、え、嘘。あ、待って待って、じゃあ、あれだ、ね、上海っぽい。上海台湾、違います。違いますだろ。誰だろう。え、あ、でもなんか中東っぽいよね。ネパール。違う、ネパール。インド。インドじゃなくて。フィリピン。近い近い、インド近い。マレーシアの下。マレーシアの下？うん。なんだっけ、ポルトガルじゃなくて。違う、似てる似てる。でもシンガポール。違います、またまた。シンガポールの下？マレーシアの下ってさ。これは下、これはマレーシア、こっちでしょ？フィリピン。違います。ちょっとバカ生まれる。頑張れ頑張れ頑張れ。地図さん、え、わかんない、私間違える。地図わかんないよ。最初の文字 イ、うん、インドネシア。そうそうそう、うわー、イエー、インドネシアか。インドネシア、インドネシア知ってますか。一つ知ってます。インドネシア何か知ってますか。なんかインドネシアっていう存在は知ってる。いっぱいあります。島？そう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 。あ、バリ島知ってますか。バリ島。ああ、いや、そうそうそう、バリ島。めっちゃ行きたいんだよね。本当？じゃあ、タスがあれば行ってみてください。行きます。一緒に私は。一緒に行きたい。一緒に。こっちで一緒に。私ガイドガイドガイド。ああ。ぜひ。すみません、学校ですか。学校。大学生。あ、そうですか。いや、あ、それなんですけど、何歳ですか。あ、21です。え、若いです。何歳ですか。私は何歳と思いますか。25。私も思った。私だ。もっと下。もっと下。22。また上。23。また上。24。いや、惜しい。24。はい。めっちゃ惜しかったな。あっとですね。で、私は、あの、あれに愛のこと、いけないことがあっていいですか。で、愛のこと。愛のこと。はい、そう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 。愛のこと。あ、すみません、彼氏がいますか。彼氏いないです。なんでめちゃ可愛いです。褒められた。こっちは曲がってねえよ。で、あの、これまでに元恋人は何人いますか。いましたか。いましたか。何人いる。4人。一緒。あの、一人です。一人。あ、本当ですか。で、最初は、あの、いつからやってますか。付き合った。あ、初めて付き合った。うん。いつから？何歳から？あ、初恋人ですか。うん。中1だから。13歳。13歳？あ、高校生？違う。中学生ですね。そうなんですか。で、インドネシアにはもし付き合いとか、普段彼氏があの告白で、日本には誰が言ったんですか。男？うん、女？多い。一番多いは？多い？うん、男？男？で、あの、どうやって、あの、例えば、英語は I love you とかって、日本語はどう？なんだろう。本当にでも、好きです、付き合ってください。あー、そうですか。本当にストレートの人もいるし、で、あー、そうなんですか。へー、面白い。面白い。文化の違いがね。文化が違うから、そうか。あー、そうなんですか。あ、これこれこれ、何これ、名前は。釘。あ、釘。で、インドネシア人が釘を食べることが。食べる。いますよ。信じられますか。本当に釘。食べる、はい、はい、食べる。でも、この方は力持ってる。ビデオがあります。なんかさ、あの中にこうめっちゃくってなんかこうくっつくみたいな。これ。
2000年later。食べたら死んじゃうよね。死んじゃう。ついてか食べれなくね。よろしくできる。でもこのビデオができたら YouTube に入れてもよろしいですか。ああ。 インドネシアの食べ物食べたことある？ない。どんなの？何があるんだろう。いや、例えばあの焼き鳥っぽいサテという。あ、ない。で、日本にもあるよ。あのインドネシアの料理。秋葉原の近くにありますよ。もし時間があれば私と来ませんか。今から。今から。いつか。いや、いつかな。嬉しい。 よかったです。じゃあ多分それだけで本当にありがとうございました。はい、頑張ります。よし、綺麗だ。 juga tadinya mulai langsung diajakin makan ya, diajakin makan-makan ke restoran Indonesia yang ada di Akihabara. Cuman kita buat vlog, next vlog aja bareng si Dede yang tadi ya. Gimana kalian suka? Pokoknya jangan lupa di like, subscribe, and share ya. Hatur nuhun barudak ya. Oke lah, gitu aja. Tadi udah ngewawancara beberapa ya. Yang terakhir orang makan paku. Udah jarang atau cuy di Jepang mah orang makan paku ya. Mendingan makan ini cuy, istirahat dulu gitu ya. Makan itu namanya karage. Karage tuh apa ya? Ayam digoreng pakai tepung. Mungkin fried chicken-nya Jepang kalau nggak salah. Pokoknya itu rasanya enak. Ini harganya 300 yen. Atau sekitar berapa ya? Ya 40 ribuan lah. Enak banget. Kalau misalnya masih ada waktu, mau bikin video lagi. Buat teman-teman yang mau nanya atau saran bikin video apa atau pertanyaan-pertanyaan apa aja yang mau kalian tanya, tanya aja. Kalau enggak, taruh di kolom komentar. Nanti saya tanyain. Tapi yang relevan ya pertanyaannya. Jangan kayak siapa tuh ada tuh yang selalu komen, mungkin kalian juga pasti sering baca. Namanya Awing Sarkawing. Orang stres kayaknya tuh orang tuh. Komennya enggak jelas. Kalau misalnya ada yang baca, blok aja tuh orang tuh. Report akun tuh kalau misalnya bisa ya. Konek guys, Mas ya. Udah, saya mau lanjut makan dulu ya. Ini teraus pisan dah pokoknya mah. Entahlah pokoknya. Salam. Ya.